そのブローチ。ほう、マスターにも目をかけられてるのか。あんた、シドのところの新入りだろ。同志がガブに世話になった。礼を言っておいてくれ。それで、こんな夜更けに一体何の用だい。火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使うやつはいたらしいが、ドミナントかどうかまでは。ウォールードの連中は花からドミナントだと見ていたようだがね。姿を見ていないか。俺は見ていない。だけど同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。ブローチをもらってるなんて、マスターもあんたに感謝してんだね。確かに今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい。火のドミナントを見かけたか。ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。他に何か覚えていることは。女の従者を連れてたよ。途中で別れちまったから私にはこれくらいしか。十分だ、助かった。一旦シドに報告するか。クライブ、何か分かったか。ローブ姿の若い男に従者の女。なるほど、話がつながったぜ。どういう意味だ。火のドミナント、やつがおとなしくしていた理由さ。女が一人先に捕らわれたらしい。おそらくその従者だろう。人質に取られたのか。とはいえそんな状況下でも奴には慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか、何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ、今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日に響く。さ、簡単に寝床を借りるぞ。カンタ、泊まれる場所はあるか。空き部屋の床にでも寝ろ。外の町みたいに宿があると思うな。野ざらしよりマシか。はあ、ありがとうよ、そうさせてもらう。宿代は防柵の撤去でいい。なんだって。ここを襲ったウォールードの奴らが来て早々街道へ抜ける道を封鎖しやがった。防柵を作るだけ作ってほっぽっていかれたんじゃ、邪魔で邪魔で仕方ねえ。明日日中のうちに片付けておけよ。へいへい。簡単の野郎、さんざこき使いやがって。クライブ、支度はできたか。問題ない。今出れば夜更けにはノルバーントリデに着く。そろそろ出るぞ。ああ、行こう。ノルバーントリデは村の南にあるはずだ。ああ、警戒しつつ行くとしよう。
オルガル。私たち ウォールードがノルバーントリデを抑えたのなら巡回している兵がいるかもしれん。気をつけろよ。叩きのめすだけだ。それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは。敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな。国王ウォールードでは全ての戦事が横命で失敗は許されない。連中の腕も相当だがそれほど必死ということだ。来やがったぞ。悪いな、通らせてもらうぞ。クライブ、見えてきたぞ。あれがノルバーン。なるほど、厄介そうな砦だ。あそこに火のドミナントが。これ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。シド、弟の仇を討つため俺はここにいる。あんたはなぜ
危険を冒してベアラを救う。彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい。それだけだ。だがこの世界にはまだ早い。だから今は一つでもすがれる手があるってことを教えたいだけさ。あのベネディクタって女はどういう。ちょっとした腐れ縁ってやつだよ。やつは風のドミナントだ。もう二度と出くわさないよう祈っとけ。風召喚獣ガルーダか。ザラーンが落ちた。これで頭部はオーク族の手に渡ったな。すぐにでも出征いたします。構うな。しかし鉱山はアダマンタイト。あの辺りは時期黒の一帯に沈む。お前はお前の務めを果たせばよい。はい、御意に。黒の一帯は刻々と大地を蝕む。辺境のエーテル枯渇は深刻だ。もはやマザークリスタルの周辺領域でしか国が立ち行かん。マザークリスタルをめぐる戦が激しくなればやがて祭りごとも疲弊し国が内側から壊れよう。だから急ぐのですね。そう、ドミナントを抑える。力を持つ者を集め、マザークリスタルのもとに新たな秩序を築く。そのために世界をあるべき姿に戻す。あの男さえ裏切らなければもっと早く。まだ忘れられないのか。まさかこの私の忠を疑うのですか。それともまだ足りない。お前が来た日のことをふと思い出してな。幼いお前はあれの手をしっかと握って離そうとしなかった。そんな昔のことなどとうに忘れました。私にはこの手があればいい。それだけでいいの。いつか全てのものが知るだろう。世界を救うのが一体誰かということを。私の命はあなたのためだけに。
姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする。来たか、シドルファス。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。確かこの先は地下牢に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。ここだな。誰もいない。やっぱりそううまくはいくんか。落とし戸か。手を貸せ。開けるぞ。しっかり持ち上げろ。敵がいる。道はここだけだ。やっちまうぞ。おい、大臣シドが潜り込んだぞ。邪魔するぞ。当たってんぞ。さて、どっかに道は。ダメだ、こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな。ここからなら。なんとも大胆だね。ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。
名の舞台だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。シドが来た。奴ら仲間を呼ぶ気だ。追うぞ。これで罠の積み上げ。